ワールドソーラーチャレンジ 3000km のコースワールドソーラーチャレンジとはソーラーカーのレースであり総延長 3021km のオーストラリアの砂漠地帯を北のダーウィンからアデレードまで走破するものであるレースの参加者は世界中から集う最も多いのは大学と企業だが高校の参加もある第一回が百八十七年に開催されて以来 最も歴史のある世界規模のソーラーカーレースとして知られている。以前は企業のワークスチームが優勝していた時期もあるが、近年は企業の支援を受けた大学のチームが優勝する例が多い。日本のチームは1993年と1996年にホンダが2連覇し、2009年と2011年には東海大学チャレンジセンターの都会チャレンジャーが優勝して、 同じ国に連覇を達成した。2020年現在、ブリジストンがスポンサーとなっていて、ブリジストンワールドソーラーチャレンジの名前で開催されている。この契約は2030年まで継続される。太陽光を動力源とする車両によって競技が行われる。2017年大会は20の国と地域から40チームがエントリーした。 太陽光による発電電力とモーターの消費電力を効率的にバランスさせることはレースで成功するための鍵である。最適な走行速度は天気とバッテリー残量に常に依存している。伴走車に乗っているチームメンバーは無線連絡あるいはテレメトリシステムによってソーラーカーからのデータを収集し複数のコンピューターのプログラムに入力し 走行戦略を最高のものとするために用いている。しかし、公式オブザーバーのために、伴走車の中をコンピューターでいっぱいにせずに、スペースを空けておかなければならない。日の出から8時まで、そして17時からの日暮れまで時間に、できる限りバッテリーを充電しておくことも重要である。できるだけ多くの太陽エネルギーを捉えるために、太陽電池パネルは通常、 太陽光線に対して垂直になるように向けられる。この目的のためにソーラーカーのボディは太陽の方へしばしば傾けられている。南オーストラリア州の速度制限によりスチュアートハイウェイの最高速度は時速 110km に制限されていたが2005年にいくつかのチームがこの速度に達したため安全上の観点からいくつかの改正が行われた。 太陽電池パネルの面積が6平方メートルに制限された。もともとが8平方メートル程度であったため25%の減少。ノーザンテリトリー州でのスチュアートハイウェイでの速度制限は時速 130km になった。シートベルトの効果を確保する観点からシートアングルが垂直面から27度以下の傾きに抑えられ、 寝るようにしていら乗車姿勢は着座姿勢となった。パナソニックは2007年ワールドソーラーチャレンジのスポンサーになった。2007年10月21から28日に開催された。いくつかの新ルールがチャレンジクラスのために付け加えられた。排水のために 1.5mm 以上の溝があり、高速道路使用負荷の表記がないタイヤを使用すること。二千九年大会において、 東海大学ソーラーカーチームの都会チャレンジャーが2005年のヌオンソーラーチームのヌナさんと同様に南オーストラリア州において時速 110km の速度で巡航したことから太陽電池出力を落とすことが検討されたその結果化合物太陽電池の搭載面積は6平方メートルから3平方メートルに削減された一方シリコン太陽電池は6平方メートルのまま 末置かれたため事実上、化合物対応電池の使用は困難なものとなった。また、レースの順位争いが分かりやすくなるように、スポット衛星 GPS メッセンジャー端末が導入された。2013年は4輪が義務化され、1人乗りのチャレンジャークラスと2人乗りのクルーザークラスが新設され、2007年に新設されたチャレンジクラスのソーラーカーも、 急レギュレーションに適合したアドベンチャークラスに吸収された。また、前方180度の範囲において4メートル離れた点で上下0.7メートル以上の視界を確保するとともに、コックピット空間の大幅な拡大も要求された。さらに、車両の前方に1.5メートル0.3メートルの広告スペースの確保が義務付けられるなど、大幅にレギュレーションが変更された。また、 ダーウィン市内では、これまでのスチュアートハイウェイに変えて、交通量や信号が少ないタイガーブレナンドライブに、コースが変更された。クルーザークラスの配点が所要時間70%、乗車人数5%外部電力量15%、実用性10%とより、スピードに重点を置くよう変更された。またチャレンジャークラスでは2013年大会で議論となった。 停車時の外部コンセントレーターによる充電に対する制限として、停車充電時においても、車体寸法を全長4.5メートル、幅1.8メートル、高さ2.2メートル以内に制限することが明記された。また、前方視界の規定が緩和されたためコックピットをより後ろ側に配置することができるようになった。太陽電池の搭載面積が、 チャレンジャークラスでシリコンセル4平方メートル、化合物マルチジャンクション2.64平方メートル、クルーザークラスででシリコンセル5平方メートル、化合物マルチジャンクション3.3メートルに縮小され、車体サイズが 5MX2.2MX1.6 メートルに緩和された。これに伴い、チャレンジャークラスの有力チームの中でも細長い、単動型の車体が復活した一方、 マルチジャイクションセルの換算係数が変更された結果有力チームの間でも選択肢として復活し、固まらんでも面積の小さいマルチジャイクションセルを使用して、車体をかなりコンパクト化して空力性能の向上を狙うチームが現れた。一方のレギュレーションに課題のあったクルーザークラスは今大会からレースではなく、 規則トライアルとなり、アデレードに6日目の11時から14時の間に到着するように変更された。充電が何度でも可能になり、到着時刻がポイントにならないことにより勝敗は各、チームはなるべく多くの人数をなるべく少ない外部、充電量で運ぶ、効率点と審査員による実用点により決定されることとなった。また、今大会からは、 アドベンチャークラスは競技外となり、デモンストレーション走行という位置づけになった。2013年で議論となったような就航機や反射板については今大会でさらに制限が追加され、実質的に禁止となり、温度を下げるための太陽電池への散水も、出発時に車体に搭載した水のみ使えるよう変更されこちらも実質禁止となった。 コントロールストップ時のリコンフィグレーションもドライバー一人のみが行えるよう変更され、コントロールストップの掲示中は車体に手を触れてはいけないよう変更された。2005年度優勝のオランダのデルフト工科大学のヌーナさん2009年度の優勝者である東海大学の都会チャレンジャー2011年、ワールドソーラーチャレンジで2連覇を達成した東海大学ソーラーカーチームの都会チャレンジャー、 デンマーク出身の冒険家であり、オーストラリアエナジープロモーション社長のハンス・ソルストラップによって提案された。彼は最初に全長4.9メートルのボートでオーストラリア大陸を一周した。次の段階として少年量自動車やトラックによる競技に打ち込んだ。すでに1980年代、彼は限りある化石燃料の代替として持続可能なエネルギーの 探求が必要であるという認識を持っていた。彼は、ブリティッシュ・ペトロリアムイコール =BP の資金援助を受けて、世界初のソーラーカーであるクワイエット・アッチバーによって、シドニーからパースまで4 0 5 2トルを20日で、走破して、太陽光が車両の動力源として有用であることを実証した。それは、ワールドソーラーチャレンジの前身だった。4回レースが開催された後、 彼は開催権を南オーストラリア州に売却してリーダーをクリス・セルウッドに委ねた。それまで3年に一度だったレースは1999年から各年ごとに開催される。ありがとうございます。